センターは飛行機に更新電車西武総局営業部長朝原純平様です。朝原様よろしくお願いします。おめでとうございます。朝原様ありがとうございました。続きまして松村聡選手に対しまして圧迫トロフィーが贈られます。プレゼンターは北九州市公園競技局次長佐原明夫です。佐原次長お願いいたします。おめでとうございます。ありがとうございました。それではここで写真撮影とさせていただきます。では松村選手には盾を持っていただきましてプレゼンターの2人、そしてカッパくんひめちゃんと囲んでいただいての写真撮影となります。松村選手どうぞ笑顔でお願いいたします。今年は2回目、そして若松では4回目、通算では32回目の優勝ゴールとなりました松村選手です。はい、それではプレゼンターの2人ありがとうございました。松村選手のみの写真撮影も続けて撮らせていただきます。あ、いい笑顔です。ちびっ子からも大人気の松村選手です。はい、それでは写真撮影はここまでとさせていただきます。それでは優勝いたしました松村選手の話を伺っていきましょう。改めまして今シーズンを制しました優勝は松村聡選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。今年2回目の優勝となりました。どんなお気持ちでしょうか。やっぱり優勝はたまらないですね。ビクトリー花火ウィニングランで見えたと思います。どうでしたか。久々の若松の優勝の花火だったんですけど、やっぱりたまらなかったです。はい、すごく、ね、気持ちが伝わります。それでは対岸のリプレイを見ながら先ほどの優勝戦を振り返っていきたいと思います。コース動きがありまして6号艇の中辻選手スローの3コースまで来ました。どうでしたか。いや正直ちょっと自信はなかったです、ね、はい、もういけるか心配でした、はい。そしてコンマ13しっかり遅れずに行きました。はい、はまりましたね。そしてここですが、誰か気になる人いましたか、一マーク。いや、もう落としたら早くにまくられると思ったので、もう全速で行きました、はい。全速で行って、刺されず、まくられずのいい逃げでしたね。いいターンできました、はい。ご自身で何点ですか。100点目。はい、100点出ました。松村選手。さあ今節は、ね、天候の変化もあったんですけれども、改めてシリーズ振り返っていかがでしたか。序盤はちょっと焦りきれないところだったんですけど、もう3日目ぐらいからはしっかりゾーンに入ってきて、いいエンジンの力を引き出せたと思います。この32号機っていうのは今後もファンの皆様も注目していいようなエンジンですかね。もういいエンジンです、はい。そしてね、勝間選手の母校熊本西高の卓球部、今年の春は選抜初出場だったしですね、高校野球。あ、そうですね、はい。地元ともに盛り上げていかなきゃですね。盛り上げていけたらいいですね。はい、まあ、令和の始まりとともに新規もボートレース界始まりました。今期もしくは今後の目標を教えていただければと思います。最近数字に遠ざかってるんで、SG また出れるように頑張ります。今月末、そして来月頭も小島と宮島 G1 も続きますからね。じゃあその G1 も目標を優勝を目指して頑張ります。優勝ということです。ぜひ皆さんで注目してそして応援をしていただければと思います。それではここからは優勝戦お楽しみ抽選会の抽選を松村選手に協力していただきたいと思います。まず3等賞3名様引いていただきます。続いて2等賞は2名様です。はい、続いて1等賞最後1名様、任天堂スイッチ。松
村選手ゲーム好きですよね。はい、じゃあ最後にファンの皆様に一言お願いします。最後まで撮ってもらってありがとうございます。また若松来た時はいいレース見せれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、優勝いたしました松村選手の退場となります。皆様大きな拍手でお見送りください。おめでとうございました。